まあ、リーグ戦の新潟、そしてこの間天皇杯の柏、両方とも得点なし、はい、1失点で敗れてるんですけど、攻撃のちょっと怖さが今は少しなくなってきている感じは、まあ、正直しました。前半は右エンドが鹿島、左エンドが札幌。今前半スタートです。まずはピッカー展開して、今日注目水口です。スパンタッチ、仲間フリック、鈴木パスを選択、さあチャンスだ、樋口だ、開始12秒、鹿島先制ゴール。樋口がいきなり得点しました。電光石火の先制ゴール、ホームスタンド沸いています。あっという、いやー、これでしたね。長いボールかなと思ったら、そこからしっかりとつないできて、水口の縦パス、フリック、ここもフリック、あとはこの鈴木優真の壁が素晴らしかったですね。最初のタイミングだと多分相手に引っかかったかもしれないんですよね。ここだと一回食べるんですよね。でも樋口も斜めに入ってきてスルーパスを受ける形が良かったですし、これはうまかったですね。本当に電光石火ですね。上高186センチ、樋口ヘディングシュート、ー突き刺しました、中央で上田、鹿島2点目、ドンピシャヘッド、上田今シーズン2ゴール目。いや、ヘディングもすごいんですけど、コーナー蹴る前 の3人の並んだ時の顔がすごかったですよ。体がやっぱり強いんだとは思いますけど、樋口のボールも完璧でした。樋口から走り込んできた、ニアで触ったのは関川です。樋口のキック巻いてくる、鈴木だ、鈴木のヘッド、鹿島3点目、鈴木は今シーズン10ゴール目、またしてもコーナーです。コーナーから今度は鈴木、札幌は痛い3失点目、大きな3点目が入りました。3人が並んでるところからはやっぱり強烈ですね。みんな打点あるし、これはこれからあの3人のショットみんな独の、ね、局もつけていかなきゃいけないですよね、ぐらいなやっぱり インパクトがありますよね。ここでホイッスル、試合終了、3対0、鹿島完勝です。開始早々先制をして。